ションお楽しみください。Global Just Recovery Gathering. Thank you so, so much for joining in this conversation. 皆さん、今回のパネルディスカッションに参加してくださってありがとうございます。化石燃料資金に終止符を打つというタイトルでディスカッションしたいと思いますが、アメリカに始まる世界中の国々の市民のお金を化石燃料に費やすと、これはどうなのかということをトピックに議論していきたいと思います。やはり草の根的な取り組みから、そして地域政府から、そして国の政府から、いろいろなレベルの人たちが協力することで解決につなげていけられると思います。ではスピーカーの皆さん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。皆さんの背景含めて簡単に自己紹介をお願いします。ではビルさんからお願いできるでしょうか。ビルさんから次の方に、バトンタッチしてください。トレイシーさん、まず、今日この会を設けてくださってありがとうございます。私は80年代に、この気候の変化について本を出したんですが、その後350という組織を立ち上げまして、中でも、このお金の行方について、資金について関心が高いエリアです。なんとか、この自殺行為とも呼べる、この化石燃料の、資金のこの仕組みになんとか終止符を打てないかということで、非常に関心の高いエリアですので、非常にタイムリーなパネルディスカッションだと思います。では、私から、シャロン紹介したいと思います。シャランさん、どうぞ自己紹介お願いします。この10年かけて、すべての企業が、公正な移行していくべきだと議論してきました。特に化石燃料の企業がこれから再生可能なエネルギーに切り替えていかない場合、どうなるかというと、最終的にこういった企業は倒産します。この戦略の問題は何かと言われると、タイミングです。もっと急がなければなりません。時間がないんです。それなのにまだ化石燃料からの移行に対して抵抗があります。特に大きな化石燃料の企業としては、プラットフォームもある、技術もある、そしてファイナンス、お金も持っています。で、株主もついているということで、再生可能なエネルギーに移行できるはずなんです。その移行について、例えばガスからの移行についてはまだ時間がかかる。例えばガスから水素に切り替えるには時間がかかる。時間はかかってもいいんです。計画さえはっきり見えてくれれば、カーボンニュートラルな世界に向けて計画を作ることができると思うんです。そしていかに雇用を守るか、雇用が守れない場合どうするんですかという疑問もあると思うんですが、手はあります。まず高齢の従業者には年金を保障することです。そして若年層の従業員に対しては、収入の金銭的な支援をする。そうすることで再雇用をサポート支援をする、そういったことが重要だと思います。そして市民エネルギーの責任もあって、例えば誰も取り残されないようにということで、市民エネルギーも必要になります。ですから今急いで行動に移す必要があります。資金は移行していきます。ですからこういった企業が移行していかないと、雇用やコミュニティはもっとリスクにさらされます。私はデモントといいまして、ニューコンセンサスのメンバーです。今イデオロジーの話になると思うんですが、政府に対するこう敵意が大きく感じられます。ここでイデオロジーなんですが、
イデオロジーがドグマというんでしょうか、教えになっています。我々の政府が何かをする、政府が関わっている、または政府がリーダーシップを取って移行していると敵意を感じてしまう。例えば金銭的な、金融の規制をする、法的に何かをする、そして、石油の化石燃料から移行しようとするという取り組みを政府がリーダーシップを取っているということに対して敵意を感じている人もいると。そして、BP という会社にとっては石油の埋蔵量は資産である。そういったことも、含めて規制が必要である。そして、投資金でできることできないこと、はっきり明確にする必要があると考えます。だからといって、民間セクターを潰そうとしているわけではないわけなんですが、そういうふうに感じる人も見られると思います。ただ、この社会において政府がリーダーシップを発揮して何かを変えようとしていることに対しての、恐れというものがあると感じています。続いてミッチですが、フィリピンで、活動しています。公正な、温暖化対策の活動家で、フライデーズ・フォー・フューチャーフィリピンの、創設者です。フィリピンは、特に、この気候の変化に、最も影響されている、さらされている国です。毎年毎年台風です。年間平均20回の台風に見舞われるんですが、世界で一番被害の大きい嵐や地滑りというのはフィリピンで起きています。ですから生まれた時からずっと台風と育ってきました。もう何週間も電気がないとかですので、宿題はろうそくの光でしたこともあります。ここでネットゼロというものを、何か魔法の杖のように振り回している政治家もいるんですが、ネットゼロだけではないんです。もう解決策は目の前にあります。化石燃料をやめればいいんです。化石燃料への資金を決めればいいんです。それをやっていない、全くなナンセンスです。環境破壊イコール生きるか死ぬかの問題なんです。それが目の前に起きていることを分かっていながら、この環境破壊を起こしている化石燃料に資金を投入する、全く理解できません。私は、大学で数学の学位を取っていました。なので、大学で勉強した後は、環境の活動家になろう。そうすることで、エクセルシートとか、数字と裏めっこする必要はなくなるからと考えていたんですが、結局、数学の勉強も、今回自分が行っている活動には役立つなというふうに感じています。ただここで重要なのは数字だけを見てはいけないと思うんです。ビルやデモンドからもありましたが、数字ではないんです。人の命がかかっているんです。何かのレポートの署名で人の人生が変わってしまうんです。そこでスプレッドシートのエンターボタンを一つ押すだけで人間の命が、人生が変わってしまうわけです。現在においては大気汚染であるとか、それから農家や漁業の強制立ち退きということが日々起きています。その原因になっている化石燃料企業への資金を誰が出しているんですかというと、 UK の会社であるとか銀行であるとか、世界中の銀行がそういった資金を投入しているわけです。そういった国々にもっと責任を持ってもらいたいと強く思います。皆さん、現状の実態をよく表した、ご紹介ありがとうございました。このまま皆さんにぜひ会話を続けてもらうという手もあるんですけれども、せっかくまとめてしまいますので、レモンドさんに質問してもいいですか。化石燃料の資金を止めるにはどうしたらいいんでしょうか。そうすることでより良い世界につながるということなんですが、どういった解決策があるんでしょうか。まず移行という話をしたいと思うんですが、火に油を注ぐ、つまり化石燃料企業への資金をするということが火に油を注いでるんです。ここではっきり言いたいと思うんですけれども、ミッチは数学の学位を持っているということでスプレッドシートにも詳しいと思うんですが、私はここに来て
そういったスプレッドシートとか、だとか、もう一度受け入れようと思っています。私は大学で統計だとか、経済とか、こういったことは避けてきたんですが、もう避けて通れなくなりましたので、改めて勉強してるんですが、2020年の年初には、連邦準備制度について、これはアメリカの公的銀行だけではないんですよと、そして銀行をコントロールしているだけではないんですよというような発表がありました。特に私は、20年から20年かけて、情報があったんですが、連邦準備制度としては少し、スローダウンしようとしていると。なので、化石燃料からの移行の抵抗を決めるのは連邦準備制度ではないんですよというようなことを聞きました。そこでコロナが発生したわけです。連邦準備制度としては、ブルームバーグが言うには、連邦準備制度は金融業、つまりウォール街を救うためにできる限りのことをやったと、つまりお金を投入したと。ただウォール街以外の我々にとっては全く何の資金も出ていないわけです。つまり道具、ツールはあるわけです。ですからそれを使ってお金をコントロールするだけではなく、経済の中の資本のコントロールをすることで、公的、そして民間資本をこの化石燃料ではなく、自分たちが必要なことにつぎ込んでほしいんです。1年半前には抜本的で革命的だと言われていたことがそうではなくなりました。つまりやろうと思えばできるんです。ですので連邦準備制度がやろうと思えば必要なお金を必要なところに配布できるわけです。そういうのにつながっていってくれればいいと思います。今回移行しない、そして政府からまたは民間セクターから在外的な投資をする計画がないということになれば壊滅的だと思います。だからこそこの公的な移行という取り組みが重要になってきます。なので人々としてやっぱり望みはあるんだというふうに感じてほしいんです。将来の望みがあると、そして駒越えの望みがあるんだということが重要です。やはり環境的に今危機にさらされているということは全員が認識した上で行動に移すべきです。これは公的資金を考えてみたいと思います。民間セクターの資金は化石燃料からこれから移行していきます。なぜかというと、例えば株主からのプレッシャーもかかってくるでしょうし、投資に対する利益も減ってくるので化石燃料からシフトしていくと思うんです。ただ公的資金は別です。5000億ドルのお金が、化石燃料につぎ込まれています。一方再生可能なエネルギーにかかっているのは3000億ドルしかないんです。そして政府開発援助というものがあるわけで、こういったものを活用しながら全ての経済が、そして全ての人々がよりサステナブルな将来に向けて取り組んでいくべきなんです。ですがそれに費やされるお金は政府開発援助金の 5% にしかならない。再利用可能なエネルギーというのは公的であろうが民間であろうが全員が一番考えておくべきなんです。そして化石燃料の企業も移行していくべきです。それはガバナンスであるとか規制であるとか、そういった枠組みを構築する際に考慮されるべきだと思っています。ここで、皆さんに共有したいと思う疑問なんですが、こういったリーダーシップをどうやって生み出すかです。ただ私たちのアライアンスの中にもそういった、人たちがいてリーダーシップが発揮できます。アントニオ・ガテラが2週間前に発表していましたが、もうこれから、公正な移行をしっかりと実行していかなければならないと発表したんですが、それは、石油やガスの事業にはそれほどプレッシャーがかかっていません。これは移行期間を超えて強制的に利益を出すようにというプレッシャーがかかっています。つまりガスから
グリーンではない水星の切り替えなども生み出してしまうというふうに考えています。これも公正な移行の一つかと言われるとそうなんでしょうけれども、どれだけの期間継続していくんですか、どんな計画があるんですか、将来的にどう考えているんですかということが見えないというふうに感じます。視聴者の皆さんとしては、今回スピーカーの方々のビジョンを聞きたいと考えていると思うんですね。いかに雇用を守るかということが皆さん関心事項になっていると思います。高所得者の方々はやっぱりその衛生リスクがあるとか危険性を伴う仕事をしているから給料が高いと思うんですが、再生可能なエネルギーになってくると現行ほどの衛生リスクだとか危険を伴う仕事にならないと思う。おっしゃる通りです。やはりエネルギーを移行していくことによって再生エネルギーに変わっていく、そうなると現行の給与の半分になると思うんです。それだけ危険性を伴わないからです。ですが十分ではないにしろいくつかの合意が今持たれています。デンマークの風力発電の会社オステッドという会社があるんですが、この会社は非常に覚書を作りました。我々公正な移行センターや IFL が支援する建設会社との覚書を結んだんです。そしてニューヨークの労働議会も非常に素晴らしいリーダーシップを発揮して雇用を守ろうとしています。ただ雇用については重要なポイントです。やはり賃金の権利、そして社会的な対話、これが今アメリカにおいても非常に欠如しているんですが、そういったことも必要、そして、組合の集団交渉も守っていく必要がある、こういったものを盛り込んだ覚書、合意が必要だと思います。ではミッチーさん、先ほど、あった、この若者の活動についてもう少し、説明をお願いできるでしょうか。そして化石燃料への資金を止めることでフィリピンにおいてはどういった効果がもたらせるのか説明お願いします。これはシャロンが今言っていましたが、収益ではなく地球と人に焦点を当てるということだと思うんです。すでにこういった優先順位の切り替えは発生しているべきだと思うんですが、起きていません。漁業だけではなく誰も置いていかれないように、特に影響を受けている国々においてより良い世界を作っていきたいと思うんです。私たちの食べ物を供給してくれている人たち、社会の中心になっている人たちが置き去りのされるような社会は良くないと思うんです。そのためにも化石燃料の資金を止めることで良い世界が作れると思うんです。この腐敗した産業によって自分たちの命が危うくなっているわけです。例えばスタンダードチャータドバンクという方法があるんですが、ここからは少なくとも240億ドルがパリ条約締結以降化石燃料企業にファイナンスされました。世界における60社の大手銀行が 3.8 兆ドルを世界全体で資金調達しているということなんですが、数学者の私でもこの 3.8 兆という数字があまりに大きすぎてよく理解できません。なぜ悪いと分かっていることに対して資金を投入するんでしょうか、理解できません。世界のリーダーに始まり、公的、そして民間セクター、なぜ明らかに生きるか死ぬかという選択を迫られているのに、それに気づかないんでしょうか。人の命を優先付けするべきです。そちらが最優先であるべきです。それなのに、石炭の開発の 5% がどうのこうのとか、そういったことで今盛り上がってますけれども、できることは全部やってます、最善は尽くしてますとか、そんなことを聞きたいんではありません。今必要なのはアクション、行動です。今行動すべきなんです。公正な移行というのはもうすでに始まっているべきなんです。なので、公正な移行を始めないというのは言い訳にすぎません。
workers, working unions, internationally, and they're also グローバルノースの裕福な国々も話してみると、すでにグローバルノースの労働者組合としてはぜひ移行していきましょうと言っているのに、なぜ移行したいのか、これは身勝手だからだと思う。フィリピンに住んでいる人のように毎年毎年コストが起きていれば、そんな余裕はないはずなんです。昨年は、洪水で私家に帰れなかったんです。で、私の母親が無事かどうかも確認できないまま他の人の家に泊まったんです。なんでこんな災害が起きているかというと、化石燃料です。なので化石燃料産業への資金を止めなければならないんです。こういった気候の問題は10年後の問題ではなく今も起きているんです。少し例で挙げると、大人というのはもうこの教育制度から離れて長いので、この締め切りというコンセプトも忘れている人も多いと思うんです。例えば教授からこの日までにレポートを出せと言われたら、その日までに出さなくちゃいけないんです。大きな宿題であれば提出期限の前日まで手をつけないと大変なことになります。同じことです。この環境問題もこの宿題と同じなんです。今やらないと間に合わなくなります。大きな宿題なんですから、後でするからでは絶対に失敗します。失敗すると試験に不合格するんではなくて社会がなくなるんです。なので待ったなしだと思います。ビルさんどうですか。ミッチーがビルの授業を受けた生徒たちが、ミッチーのこの、またミッチーの、同級生たちの活動を見てどう思いますか。化石燃料への資金を止めるということで何かご意見をお願いします。今日はミッチーと一緒に参加できて大変光栄に思います。これを聞いて、ミッチの言うことを聞いて思うのが、タイミング、そして締め切りだと思うんですが、この10年間で、フィリピンの活動家、例えばヤブ・サノであるとか、グディ・ナックビル、こういった、ヒーローたちが、いますが、その他の国々にもこういった活動家、ヒーローがいるわけです。そして、イリノイで、活動してきたヒーローたちもいます。この環境問題を解決するのに50年という猶予があるのであれば、解決できると思います。取り組みの方向性を間違っていないと思うんですが、ただ、この環境問題を否定するという姿勢があったとしても50年あれば大丈夫だと思うんです。50年ないんです。なのでいくら前進していても間に合いません。我々の敵は物理です。物理は無慈悲なんです。我々のことは無視して、物理というものはやりたいことをやってしまうわけです。そして科学者からもデータを提示されて、もう間に合いませんと言われているわけです。つまり2030年までに根本的なエネルギーシステムを切り替えないと、つまり2030年までにエミッションを半分にしなければ、パリ条約で決めた目標を達成する可能性はゼロです。達成できないんです。つまり銀行だとか、それから資産マネージャーといったようなお金を操る人たちがまだ化石燃料にお金をつぎ込んでいると、これは我々が、つまり科学者が提示してくれた、この気候の変化、温暖化について頑張ってきたことを全部ゼロにしてしまうわけです。それに対して立ち上がっている人々もたくさんいます。我々も何十年も戦ってきたわけですが、この、化石燃料の投資撤退キャンペーンというものが行われていて、15兆ドルもの、投資がかかっているわけで、それに対する撤退キャンペーンというのが進んでいます。この投資撤退キャンペーンというのは、非常に今、動きが強くなってきています。ロックダウン前、コロナ前に私が最後に行ったのは刑務所です。私が行ったコンサートの、ホールで
チェースバンクに対する、ストをして人たちが捕まって、そこに私も巻き込まれてしまったんです。チェースバンクという銀行は4分の1兆ドルのお金を、パリ条約後に化石燃料に投入しています。もうドナルド・トランプのサボタージュがなくてもそういったことをしているわけです。もう狂ってるとしか言いようがありません。もう金しか興味がないのかと言いたいぐらいです。ですが、いくら金に興味があっても、世界中の人が洪水で死んでしまったらお金なんか残らないわけです。本当に考えられないです。まあ、資本主義がどうのこうのという話を今日はしているわけではないんですけれども、少なくとも、ウォール街ではばかっている資本主義は、資本主義のが原因で、地球の温度が上がっています。それによって南極の氷が溶けているんです。それによって、文明が消えようとしているわけです。それなのになぜ動こうとしないのか、なぜ賢いはずの人たちが、つまりアナリストであるとか、こういった仕事についているスプレッドシートを管理するとか、そういった仕事についている化石燃料人たちがなぜ化石燃料にお金をつぎ込んでいるんでしょうか。一体どうなっているんだと思うんですが、こういった人たちに対するプレッシャーを2倍にも3倍にもするタイミングだと思うんです。まず政治に対する制度にもプレッシャーをかけていくべきだと思います。それについてはワシントンで、少し前進しているものの、ワシントンにおいてはなかなか、つまり政治はスピードが遅いんです。そして今アメリカが世界をコントロールしているわけではありません。一方ウォール街は世界をコントロールしていると言えるんです。そしてウォール街は政治と違って動きが早いです。つまりチェース銀行で何かが起きれば、数時間後には世界の株式市場に影響が出るわけです。ですので皆さん、ぜひこういった銀行だとか、こういった、人たちにプレッシャーをかけていきましょう。そうすることで、つまりプレッシャーをかけることで変化につながっていくと思います。例えばエクソンに関して言うと、もうこれから化石燃料の仕事を変えるとは思えないんですが、チェース銀行については化石燃料が 5% に過ぎないので、例えばチェース銀行に対してもっとプレッシャーをかけて、ぜひ公正な移行してくれということで変えていけるんじゃないかと思います。ここで公的資金、公的投資についてよく議論になるんですが、今ビルが説明していたように、やはり、民間資本を化石燃料から遠ざけることが必要。ただそれをしてもパイプラインから、お金が動くだけなんです。なので良くないと、つまり意味がないと思うかもしれませんが、少なくとも、政府が、あ、じゃあこういった銀行だとかこういった投資家たちも動きを見せているので、自分たちも政府として行動してもいいんだというような環境を作ることにつながると思うんです。そうすることでこれから効果が出てくると思いますので、政府の人たちに対して、つまり政府としてこういった動きをすることはいいんですよ、思わせることが重要だと思います。この新たな取り決めも必要だと思うんですが、政府のイノベーションだとか、そういった大きなことだけを言ってるんではないんです。それ以外にも、例えば、第二次世界大戦での公的資金の投入を振り返ってみたいと思うんですが、公的資金を何兆ドルも投入して、残念ながら死の産業を作り上げたわけです。それだけのアメリカの生産能力を、かけて海外のファシズムに戦ってきたわけです。その生産能力を化石燃料からの切り替えに生かすことで、サステナブルな経済が構築できるかと聞かれると、答えはイエス、できます。ですが、経済的なドグマというものが生まれたことによって、その可能性を今
消そうとしています。例えばコロナで振り返ってもらうと、知的財産、これが人の移動の自由や、人の移動の自由や、ワクチン接種の機会を奪っているんです。ですので、知的財産が、ワクチン接種の鍵を握っていると言えます。これが現状なんです。騙されてほしくないんですけれども、アメリカの政府はこういった知的財産を、国のために使うパワー、力を持っているわけです。やろうと思えばできるんです。ですので、しっかりプレッシャーをかけて、自分たちのためになるように変えていくべきなんです。ですから政府の、やることが遅いとか効率が悪いとか、こういったことは意図的にやってるんです。例えば郵便事業への資金援助をやめると言ったりしてますが、1月に、投稿された手紙が昨日届きました。ただこういった効率が悪いとか、それから時間がかかるとか、そういったことは意図的にやってるんです。政府は力を持っています。なので政府がやろうと思えばものすごいことにつながるんです。ですからその政府に呼びかけて、そのパワーを、力を正しい方に使えるように我々は活動するべきです。そして過去実行して成功した事例があるわけです。それをもとにこの気候の温暖化について、自分たちがすでに、発生させてしまった影響をなんとかリカバリーするために、自分たちは何かを行動を移す義務があると思います。自分たちが引き起こした問題は自分たちで責任を取るべきだと思います。これは草の根活動になると思うんですが、いかに人々のマインドを変えていけばいいんでしょうか。そのいかに政府のマインドを変えればいいんでしょうか。基本的に根本的に誤った考えというんでしょうか。つまり自分たちには何も変えられないというふうに誤って考えている人もおると思うんですが、そのマインドをどう変えればいいんでしょうか。若者を代表して言うと、望みを持つことはいいんだよと、つまり良い世界を望んでもいいと、このように伝えたい。より良い世界というのは抜本的なものではないんです。公正な移行を歌っているわけですけれども、誰も誰にされない、全ての人のための世界を望みたいんです。つまり生き残れる世界を望みたいんです。これは抜本的でも何でもないんです。なぜ自分たちの命を守ろうとしないんでしょうか。すでに苦しんでいる人もいます。すでに環境の影響に命を落としている人もいるんです。まさに生きるか死ぬかの今状況なんです。ですので我々に、自分たちに体系的に教えられたことから、たくさん今映画がありますけれども、たくさん映画がある中で世界の終わりを描いた映画はたくさんあります。ゾンビが出るとか、ゾンビの、これはコロナを絡めてゾンビの方の映画を作ったりしますが、なぜその世界が終わるという映画が多いんでしょうか。そうではなくて、今の儲けが全ての現行の仕組みに対する映画を作ればいいじゃないですか。例えば今回コロナでよく分かったことなんですが、現行の仕組みではこういった大惨事対応できていないわけです。これを気候の変化に対しても言えることで、今のままでは対応できないわけです。ですのでそのために戦うべきなんです。恐れず情熱を持ってより良い世界のために戦うべきなんです。私はもちろん恐れがないわけではありません。例えば台風も怖いと思いますし、警察に捕まるんじゃないかということも、実はそれは怖いです。ですが今向き合っているリスクというのはそんなものではないんです。これだけ気候が変わっているというリスクは
本当に大きなリスクです。なので、世界に対する愛情を持って、そしてサステナブルな世界を作るということについては、一番、世界で無視されている人たちのことを考えながら、全員が含まれた夢を描いていくべきだと思うんです。農家の人たち、漁業の人たち、先住民の人たち、こういった人たちの意見を反映したマルチセクターの活動が必要です。今回、リスクにさらされているのは、将来の若者だけではないんです。将来の人類がリスクにさらされているんです。本当に人類全てに生きるか死ぬかの問題だと思います。What is your greatest hope? I'm inspired by what Mitzi just shared. So, but Mitzi さん、yeah, feel free to add on to what you 望みを共有してくれましたが、What's your greatest hope? 一番大きな望みは何ですか？この環境に対する、気候に対する戦いの中で一番大きな望みは何ですか？私が望みを感じるのは、南極以外の大陸、全ての大陸に友達がいます。友達というのは自分と同じマインドを持って戦っている友達がいる、同志がいるんです。これが非常に心強いです。インターセクショナルな同志と一緒により良い世界のために、そして気候のために戦っている。こうして戦うことによって何だってできるというふうに強い気持ちでいれるというのが望みにつながります。安全で、そしてサステナブルな世界を作っていけるというふうに感じます。私は南極にも知り合いがいます。私の望みの一つとして、自分たちの活動が、どんどん効果を出していってほしいという望みです。10年前に、エクソンというのは、最大のエネルギー大手でしたが、今はもう最大手ではありません。昨年、フロリダのネクストイーラという会社がエクソンを追い越したんです。つまり、エクソンがお金を失う、つまり1ドル失うごとにそれだけ、政治力を失っていくわけ、政治への影響力を失っていくわけですから、まだ諦めるのは早いと思います。少し絶望的な気持ちになったときに自分の勇気につながるのがこういった悪者たちにいかに、問題を起こしてやろうかと、こういった気持ちが勇気につながります。そして私としてなぜ生き残りたいということが、抜本的なんでしょうか。もうこれはもう常識だと思うんです。常識で動くというのはそれほど面白いことではないかもしれませんが、やはり政府で力を持っている人、企業で力を持っている人たちは絶対に自分たちの活動に沿ってくれます。なので望みがあると思います。気候のこういったムーブメントという活動については、今後どういった方向に動いていくと思いますか？若年層はしっかり頑張ってくれていると思うので、これからフォーカス当てるべきなのは高齢者だと思うんです。高齢者は相当のお金を銀行口座に抱えています。これが政治的な、そして経済的な重要なピースになっていくと思うので、この高齢者をいかにこう巻き込んでいくか。が重要になってくると思います。例えばミッチーのメンバー、一緒に働頑張っている同志から彼らのおじいちゃんおばあちゃんに呼びかけてほしいんです。彼らはこれから自分たちが生きていた地球を汚して去っていくわけですから、そうしてはダメだよねというふうに呼びかけてもらいます。で、私はこういった環境の活動については参加するのが遅かったんですが、というのも今まではコミュニティのこととか経済のこととか、それから若者やコミュニティに何か新しい機会を作りたいといったような、こういった取り組みが自分のメインだったので、この環境に対する取り組みも少し私も参加が遅れたんですが、こういったコミュニティとか、そして若者に対する活動と、この環境の取り組み、同じだと思うんです。つまり、同じ課題だと思うんです。そういった課題を取り除くことで、この気候の問題に
対する解決策につながると感じています。今はその自分の仕事に対する権利だとか、それから人種差別とか、そういった活動も大きいんですが、それに環境への活動を追加していく、取り込んでいくタイミングに来ていると思います。正直、少し前までは朝起きて一番に考えるのが環境問題ではなかったんですが、今では朝起きて一番に考えるのは、こういった環境に関すること、環境に関することを取り組んでいくことで、より良い世界につながる、より良いコミュニティにつながると思うんです。すべてつながっていると思うんです。それに気づいたことで非常に嬉しく思いますし、そういった活動が広がってきていることも嬉しく思いますし、そういった活動に自分が参加できていることも嬉しく思います。ですから数学者にしても会計士にしても皆さんできることはあります。一人一人にできることがあって、一人一人が参加していくべき活動だと思います。この環境に関する、気候に関する取り組みというのは、多様性が広まっていると感じます。本当に公正な取り組みになっていると思います。何かというと、これは、全員に影響が出るんです。世界全体に影響があるんですが、公平に影響が出るわけではありません。今すでに苦しんでいる、もっと苦しむわけです。それは公正ではないんです。公平ではないんです。だからこそ、インターセクショナルなメンバーが入って取り組むべきだ。この地球に住む人々、今後、反映していくためには、一人全てが参加する活動です。最後に統計を共有します。14兆ドルのお金が、社会的な取り組みに、お金がかけられています。これはコロナに対する、法的資金です。この14兆ドルのうち、いくらがサステナブルな社会を、将来を構築するために投資されているかというと、本当にわずかなんです。もちろんコロナの問題は大きいです。ですが、もっと重要なのは、このコロナからいかに体験していくかです。そしてこれから仕事を新たに作っていくためには、環境に優しい仕事を進めなければなりません。どれだけ貢献できるか、そしてガバナンスをいかにマネージしていくか。それに人類や地球のことを考慮するべきだというふうに考えます。パネリストの皆さん、今日は、いろんな意見ありがとうございました。またインターネット上で皆さんにお会いできるといいと思うんですが、それよりももっと私の望みとしては、インターネットだけではなく、顔を合わせてお会いしたいと思います。参加してくださった皆さんも、ご家族の方含めて健康にお過ごしください。グローバルジャストリカバリー350から皆さんに、愛とリスペクトを込めて、参加ありがとうございました。グローバルジャストリカバリー